2025年における大災難の始まり、台湾有事、パレスチナ・イスラエル戦争、他人事ではない、自分で情報を手に入れろ、真実を探すことを諦める、世界で起きている出来事に目をそらすな、ライオンツル、あなたは信じる、巷には転がらない本当の真実、こんな美しい街で本当に戦争は起きてしまうんでしょうか。戦争になる未来は来ると思いますけど、うん、一見穏やかに見えるこの台湾の街でもすでに始まっているのかもしれません。もう情報戦ですよね。やばくない？やばい。10月某日、コヤッキーはいつものスタジオを飛び出し日本を離れた。僕は今とある場所に来ています。コヤッキースタジオでは2度目となる台湾、今だからこそここ台湾に来なければいけない理由があると思いました。コヤッキーが訪れた場所、台湾。アジアの経済大国と言われ、人口はおよそ2300万人、日本と友好的な関係を築いている国である。そんな台湾にコヤッキーが訪れた理由、それは目前に迫ってきている台湾有事が関係している。台湾有事とは、中国が台湾の統一に向けて軍事侵攻をし、アメリカや中国を中心とする世界各国が戦争に突入するのではないかという非常事態のこと。台湾から日本の最西端与那国島まではたったのおよそ110キロ。こんな目と鼻の先で世界を巻き込む大きな戦争が始まるかもしれない。コヤッキーが訪れたのは映画千と千尋の神隠しのモデルになったと噂のある台湾九份。幻想的な夜景とレトロな街並みが特徴的で、人気ナンバーワンの観光地とも言われている。こんな美しい街で本当に戦争は起きてしまうんでしょうか。まるでこれから戦争が起こるなんて想像もできないほど人にあふれ、活気にあふれた綺麗な街並みです。日本の観光地と変わりない平和な様子を見せる台湾。しかし表には見えていないだけで、じわじわと台湾有事に備えて異変が起きているという。実際に2022年4月、台湾では民間防衛に関するハンドブックが初めて公表された。有事の際に身を守るための指針を市民に示したそうだ。実はもう台湾有事までは秒読み段階なのかもしれません。実際台湾有事の危機が目前まで迫ったタイミングがある。2022年8月、アメリカ下院のペロシ議長が台湾を訪れ、台湾の蔡英文総統と会談を実施すると、これに中国が強く反発。台湾を取り囲む6カ所の地点で軍事演習を行い、弾道ミサイルまで発射する事態となった。さらに2022年10月には中国の最高指導者である習近平国家主席が台湾統一を必ず実現させるとの発言をしており、抗戦しても構わないという姿勢を見せている。この中国の動きに対し強硬的な姿勢を見せてきたのがアメリカです。2023年7月、アメリカのバイデン政権は台湾の防衛力を強化するため、日本円にしておよそ480億円相当の軍事支援を行うと発表。さらに翌月の8月には、これまで主に独立国家に提供していた対外軍事融資という制度を台湾に対して初めて使い、およそ116億円の融資が承認された。台湾を自国の一部と主張する中国は、このアメリカの軍事支援により一層反対の姿勢を示している。台湾有事をきっかけとして中国とアメリカの争いが起きようとしている。この間に挟まれている日本はもはや他人事とは思いません。アメリカと中国にとって日本と台湾の位置は非常に鍵を握っている。なぜなら、中国が太平洋に出ようとする場合、九州や沖縄、台湾、そしてフィリピンを結ぶ第一列島線と呼ばれるラインを越えなければならないからである。そして台湾有事が実際に起こってしまった場合、日本にいるアメリカ軍が応戦することも予測されることから、日本が巻き込まれることはもう避けられず、安倍元首相も台湾有事は日本有事だと発言をするほどであり、他人事ではないのである。明日はついに現地の台湾の方にインタビューをしていきたいと思います。
コヤッキーが訪れたのは国立中世記念堂。ここは台湾の元総統蒋介石を記念して建てられた建築物である。ここは国立中世記念堂。そして僕の目の前に広がるこの場所は自由広場というそうです。台湾でも屈指の観光スポット自由広場。先ほど現地の方にインタビューしたところ、ほとんどの観光客は今中国人だそうです。中国と台湾、今この両国は緊張状態にあると聞きますが、どの中国の観光客の方もみんな笑顔です。本当に戦争は始まるのでしょうか。実際に台湾に住む人たちは台湾有事についてどのように考えているのか、コヤッキーは現地の声を聞くことにした。というわけでですね、今回僕はただですねネットで、調べた情報だけを頼りに来ているわけではなくて、実際にこう日本のメディアと現地台湾のメディアではどんだけ格差があるのかっていうこともすごい気になっている内容なんです。そしてとてもですね素敵な方を紹介していただいたので紹介させていただきます。ズナさんです。はじめまして、ズナと申します。よろしくお願いします。簡単にちょっと自己紹介をしていただいたら。はい、台湾生まれ台湾育ちの人で、日本会社で10年くらい勤務したことがあります、今も日本の企業さんで勤めさせていただいています。はい、すごい日本語がお上手ですよね。いいえ、そんなこと。で、今回なぜそのズナさんにご協力いただいたかというと、ちょっと理由がありまして、やっぱりそのメディアって規制の対象にまずなりやすいですよね。結構日本でもテレビで報道されていたことが後から実は嘘だったとか、とある組織に忖度をしていたとか、いろんなことがこう問題になっていて、改めてニュースやってることが本当のことなのか、事実なのか真実なのかってことがすごい今思われている、考えさせられているような感じなんですね。なので台湾メディアに取材するよりも、こう普通にこう仕事をしている方にまずインタビューした方がよりリアルな声が聞けるかなと思ったのと、ズナさんはですね台湾でインフルエンサーの方をまとめる会社に勤められてるんですね。なんでいろんな情報が、生の声が集まってくるお立場だと思うんで、今回お話しすることにさせていただきました。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、日本では台湾有事ということが言われてるんですけど、そういう言葉っていうのは台湾ではあるんですか？台湾有事、有事でどの漢字ですか？はい、台湾に有するの有、あるのあるに、事件の事ですね。あ、はいはいはい、台湾有事って4文字で書くんですけども、どうなんですか、そういう言葉あるんですか？いやそうです、ピンとこないですね。あ、なるほど。台湾では台湾有事という言葉は浸透していない様子。そもそもこの台湾有事という言葉は2021年3月にアメリカのインド太平洋軍の司令官フィリップ・デイビッドソンが、6年以内に中国が台湾を侵攻する可能性があると発言をしたことから一気に広まったと言われている。実はこの台湾有事という言葉は、一説では日本へ向けられたものであり、日本が巻き込まれる戦争に向けて戦闘体制を整えさせるために意図的に台湾有事という言葉を浸透させたのではないかと言われている。ということは日本が独自に使っている言葉になりますよね。だと思います。はい、結構あの都市伝説界隈でもいよいよ戦争が始まるんじゃないかみたいなことを言っていまして、昨今そのロシアウクライナ問題、そしてまさに最近ですよね、イスラエルとパレスチナ問題、もう結構日本と親しくしている国がですねぶつかったり喧嘩をしたりしている状況なんですけども、そんな中で台湾って言ったらもう日本のお隣ですし、すごい関係値も深いと思うんですけども、そこが中国ともし戦争するとなったら日本は多分巻き込まれてしまうんじゃないかみたいなことをちょっと思っていると。それについて現地の温度感というのはどうなんですかね？そうですね、あくまでも私個人の意見なんですけど、私と周りの友達の感じを見ると、皆さんちっちゃい頃からよくなんか中国とか、そういうなんか戦争するんじゃないですかという話を聞きながらなんか育まれているんですので、なるほど、もう聞き慣れた感じというのもあって、本当に3ヶ月もしくは半年くらいに1回戦争始まるんじゃないですかという話聞くんですね。なるほど。なのでもう、ああそうなんですかみたいな感じ、はい、だから結構こう身近なテーマではあるんですね常に。はい、僕も静岡県出身なんですけども、静岡県ってすごい地震が、東海道地震みたいな南海トラフが来たらすごい危ないよって言われてる場所で、小学校の頃からもう防災訓練を徹底してやって、地震に対する備えっていう意識ってすごいあるんですよ。なのでそれと多分同じような感じで、子供の時からもういつ中国と戦争になっておかしくないっていうような雰囲気になっているっていうことですよね。じゃあまさにそれが明日なる
るかもしれませんし、1ヶ月後になるかもしれないっていうのはある程度分かっているとか覚悟の上でということなんですかね。そうですね、覚悟の上というか、もう本当に毎回ずっと言われてなんかずっと来ないので、いつ来るのかもう分からないので何もできないし、もう本当に待つというか、臨機応変というか。そうですよね、はい、でも実際にアメリカのトランプさんがですね、中国と台湾がもし戦争することになったら台湾に助太刀するみたいなことをですね、まあ、言っていたりするじゃないですか、はい、実際2018年2月にトランプ政権が承認したインド太平洋における米国の戦略枠組みという文書には、中国を強く警戒し台湾を防衛する戦略が明記されている。他にも台湾の防衛力を高めるため武器の提供などを積極的に行い、台湾を国際復帰させる道筋を作ったとも言われている。で実際に台湾もですね、自国のことを主張すると中国の方で謎にね、近い海域で演習を始めたりとか、まあ、そういうことが実際行われているので、今までは噂話程度でしたけども、いよいよこう始まるんじゃないかみたいな、こう緊張感みたいな高まりみたいなのはあるんですかね。あ、そうですね、特に去年でしたっけ、アメリカのとある方が台湾に訪問しに来た、はい、うん、そうですね、来た時が一番多分なんかバチバチ。そうですね、その後してまして、中国の戦艦が演習を始めましたもんね。そうですね、うん、その時が多分一番近年で、はい、もう本当にやるんじゃないですかねっていう感じをしたんですけど、うん、それ以外でもう本当にいつ始まるのもわからないし、うん、もう本当に自分の生活を、はい、いつも通りの毎日を送るしかないので、うん、そんな感じです。なるほど、その緊張状態にあったっていう時はどんな風な変化があったんですか。去年の方が来た時は、私もその時消灯上海の会社に転勤したんですけど、その時は中国の同僚とか友達からは戦争するんじゃないですかって、なんか台湾今どんな感じですかって聞かれるんですけど、逆に台湾側はインスタを開いたらみんな普通になんか昼ご飯食べてるとかなるほど、はい、アフタヌーンティーとか行っていますので、うんうんうん、いつもより緊張な感じはするんですけど、比較的日常と。そうですね、日常な感じです。なるほど、皆さん聞きましたか、これが日本との温度差ってやつですよね。直接僕たちが関与してるわけじゃなくて、あくまでも巻き込まれるんじゃないかっていう噂において、意外と日本の方が緊張感を持ってピリピリしてる部分ってあるんですよね。それもやっぱり台湾っていう国はすごい親日ということで知れ渡ってますし、文化交流も結構盛んに行われている中で、僕も台湾が好きで何度も足を運んでるんですね。それお隣の国が急に戦争を始めたらきっと巻き込まれるってことは想像もたやすいですし、何よりも日本にはアメリカ軍基地がありますから、そこから飛び立てば当然中国は日本のその基地を攻撃しに来る。でそう考えるとやはり日本はただでは済まないと、まあ、そういうことを思うとちょっと危機管理っていうのが、まあ、日本の方が多いのかなっていうのが現地の取材でよく分かることかなというふうに思いました。じゃあこの先も多分その雰囲気ってあんま変わらないんですかね。だと思いますね、うん、ただ一般民主はそんな感じなんですけど、マスコミは結構頻繁に報道されているというのは、はい、私世代の人だと結構みんなそれを見て日常な感じで取り扱っているというか、うん、そんな感じですね。なるほど、はい、すでに戦争というキーワードが日常に溶け込んでしまっている台湾。実際に中国やアメリカの軍事衝突により、いつ戦争が始まってもおかしくない状況の中、台湾に住む人たちが何を思うのか、コヤッキーは尋ねた。で中国は、まあ、必ずその台湾を統治するというか統一するということをもう宣言されていますよね、はい、なのでもういつそういう戦争が起きても武力によって制圧するとも言ってますから、いつそういう戦争が起きてもおかしくないっていうふうに言われていますけども、これってじゃあズナさんからしたらこの先どうなっていくと思いますか。そうですね、いつか統治されるというか戦争になる未来は来ると思いますけど、そうですね、まあ、来たらしょうがなくて。なるほど、はい、もう本当になり行きで、なるべく僕たちとしては武力によって制圧みたいなのは見たくないので、人事とは思えないぐらいこう心配なことがあるんですけども、はい、台湾に住んでる人たちからしたら何かこう戦争が始まってしまうんじゃないか、巻き込まれてしまうんじゃないかっていう危機感みたいなのはそんなにないんですね。いやそうですね、もちろんあの平和で解決できれば一番いいなと思いまして、うん、もちろんあの台湾生まれ台湾育ちの人からしては引き続き今の台湾の自由さというか、うん、こういう生活を続けてという気持ちはみんな多分あると思いますので。なるほど、じゃあどうなんですね、こうアンケートを取ってみると、もし中国に飲み込まれるというか一つに統一されてしまうっていうことが起きたとしても、まあ、今の生活があんまり変わらないんだったらいいよって思ってる人も結構多いんですかね。いやでもそうですね、本当になんか変わらない生活を送られるとしたらい
んですけど、中国は中国ですし、はいはい、なんか香港の例を見ると、うん、あの必ずしもあの約束のまま進まないよねっていうね。そうですね。そういうところもあるんですので、どういった解決策があるのかもわからないんですけど、うん、もう本当になるべく今の生活のままでいければいいなと思います。うん、なるほど。しかし、その日常の中にも少しずつ異変が見られ始めているという。あともう一個気になっているところがありまして、はい、台湾でも中国でもあの実際には両方住んだことがありますので、両方ともそういったあのフェイクニュースっていうなんか現象もありまして。出た、フェイクニュース。マスメディアや SNS などの媒体において事実と異なる情報を報道すること、またはそのような報道そのものを指す。このフェイクニュースは国際問題にまで発展することがある。2022年3月、Facebook と YouTube で確認された動画にウクライナのゼレンスキー大統領が登場。動画内では、あなたたちにさよならを言いたい、武器を捨てて家族の元へ戻ってください、この戦争で死ぬ意味がないとウクライナ軍に武器を置くよう呼びかけた。しかしこの動画は AI のディープラーニングを使った偽のゼレンスキーであると発覚。他にも2023年4月にはバイデン大統領が2024年大統領選への出馬を正式に表明した直後に AI を用いて生成した不吉な動画が公開された。動画ではバイデン大統領の勝利を報じるニュース映像に続いて、台湾での爆撃やサンフランシスコの街路を埋め尽くす武装警察、国境に押し寄せる移民、廃墟と化したウォール街といった AI が生成した終末的な世界が映し出されている。このように AI に偽の映像を生成させてバイデン大統領の再選を阻止させようとしているのではないかとも言われている。フェイクニュースを使った印象操作は今とどまることを知らないのだ。実際にあの中国にいた時はロックダウン期間で、うん、その時で実際にあの上海にいたんですけど、こうしていること、起きていることをあんまりなんか外に出してなくて、うん、例えばもう食料がないとか、はい、そういったところも全然周りは知らなくて、台湾にいる友人とかもそういうの知らなくて、うん、私にから聞いたら、え、そんなにひどいですかとか、そういうのがありまして。なるほど。だからフェイクニュースというかもう情報戦ですよね、うん、それってだから中国も台湾もお互いにまあやり合ってしまっている部分もあるってなると、一体何を本当に信じていいのか分からなくなるっていうことがありますよね。そうですね。で、本当に現地で起きていることは目隠しをされて、実際に起きていないことがフェイクニュースとして取り上げられてしまったら、簡単に今ってこう SNS の時代ですから、こう洗脳されてしまったりしてしまうと思うんですよね。これめちゃくちゃ怖いことですよね。そうですね。なので一般民衆も本当になんか伝統メディアのいわゆる新聞ニュースとか、そういったところだけではなく、裏でも自分で情報の本当なのかどうかも確かめながら取り上げた方がいいのではないかなと思ってるんですけど、単純になんか台湾のメディアもしくは中国のメディアだけを見ると結構なんか混乱しちゃうのではないかなと思います。なるほど、はい、依然緊張状態にある中国と台湾の関係、そして日本とアメリカを巻き込んだこの戦い、一見穏やかに見えるこの台湾の街でもすでに始まっているのかもしれません。そう、フェイクニュースの横行、情報戦争という名の戦争がもう始まっているのです。情報戦争、すでに日本と台湾だけでなく世界中で始まっているのかもしれない。実際日本でも戦後アメリカが教科書や新聞に介入し、長らく情報統制が行われてきたという歴史があり、これにより愛国心を弱め国として弱体化させられたとも言われている。現在でも日本の新聞やテレビには多くの規制があり、戦争を遠く感じるようにさせられている。しかし最近の X などの新たなメディアでは、従来のメディアが扱わなかったショッキングな情報が共有され、世界中の戦争のリアルな光景が伝えられている。ただこのような情報が流通していること自体、政府や支配層による意図的なコントロールである可能性もある。国家は戦争などの重要なタイミングになるとメディアを操作し、国民の意向を誘導するプロパガンダを行ってきた。実際に日本でも新聞などのメディアを用いて国民の士気を高め、国の意向に従うように誘導してきた例は存在する。もし政府が故意にセンシティブな情報を広めているとすれば、それは平和に慣れてしまった国民に対して警戒や備えを促すメッセージなのかもしれない。そして決して他人事ではない日本、日本人は特に信じやすい民族と言われていますけども、皆さんはその目で本当の真実を見抜くことができますか？特に今の日本では10分に1回スマホを触るという統計もあるこの世の中、テレビを見ている時間よりもスマホを触っている時間の方が長いんです。
スウェーデンの精神科医が出した研究結果によると、現代人がスマホに触れる頻度と回数は10分に1回、タッチ回数は1日平均2600回と言われている。さらに日本人がスマホアプリに費やす時間は2023年に過去最長を更新し、1日あたり平均 4.8 時間を記録。日本人のスマホ依存度は世界3位の高さだと言われている。武力ではないこの情報戦争、あなたは生き残ることができるでしょうか。ちょうどこの台湾ロケをしている最中、ロシアのプーチン大統領がこのような声明を発表しました。そう、台湾は中国の領土と改めて宣言。これにより世界大戦は待ったなしの状態に入っていくのではないでしょうか。アメリカは中国を敵視しています。この状況どう見ても仕組まれていますよね。台湾、日本両国ともこの大戦に巻き込まれていくのではないでしょうか。2025年に起きる大災難の始まり、世界で起きている戦争、何の意味があって誰のためにあるのか。パレスチナ・イスラエル戦争、他人事ではない、自分で情報を手に入れろ。巷には転がらない本当の真実。